今日は固定方向への運航を試したけどどうしても出発地点に戻ってしまう原因はわからない言ったでしょ何年もここにいるんだから思いつく方法はとっくに試したわよお前ら島の住民は素人だ今回の問題は名の知れた俺たち稲妻海賊の専門分野さ 俺たち専門家の意見に従うのが得策ってもんだろ軍島で遭難した専門家に聞けっていうの、うんっフ聞いてくれよこの海域の霧は規則性があるようだ朝から晩までそれぞれの場所に立ち込めている霧がだんだんと変化してるもし俺の考えが正しければ 軍刀から逃げる出口はどこかの霧に潜んでいるはずだそれが見つかれば船でみんなを外へ連れていける本当に早く探してみようよ波の導きに沿ってこの方向へとうんそして強い風が吹いてくれれば大丈夫だこの季節は。 月が昇ると風向きが特殊な変わり方をしてるんだよ何本当かうんこの海域の風向きは全部把握してるよあの岩礁は一体どういうことだよく見てごらんただの霧の中の幻影だよ そうか…もしかしてシン・キロウキ君の言った通り霧が晴れたねあとは風に乗って船を進めればいいはずだ